誰がお肉になるのか気になりますね。一応みんな素材探すための大切な話。実はこのグループの一人がお肉になる。怖いな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はシオンさんが来てます。ありがとうございます。初めて。カレーマスター。カレーマフィア、カレーマスター。カレーマフィアマスター。あ、カレーマフィア。カレーマフィアっていう擬人化創作を普段ツイッターの方でやってます。多摩美術大学工芸学科の田中シオンと申します。よろしくお願いします。カレーマフィアは結構危険そうな名前ですね。いや、確かに危険感。なんかちょっと聞いたらやばそうって思われる。そのカレーマフィアはいろいろ犯罪とか。一応彼らの目的がその食材。彼らっていうのはこの人ですか。そうですそうです。カレーマフィア。はい、この人たちが理想のカレーを作るためにその食材を集めるみたいな創作なんですけど。なるほど、はい、まあ泥棒という話です。そうですね、何でもしちゃいますね。カレーマフィアという本は作ってますね。あ、これ全部自分で書きました。あ、一番最初に作ったのがこちらのこの絵本なんですけど。おお、はい、子供たちでも喜びそうなカレーの話、はい、最高ですね。ちょっとスピンオフって感じで。ああ、なるほど。スピンオフは先に書いた。あ、先に書いちゃったんですよ。頭の中に。ああ、じゃあちゃんとどういう話にしようか決める前に。そうです。一応頭の中にはこういうストーリーとかこういうストーリーとか考えてたりしたんですけど、ああ、なんかやっぱ形にするのってすごい時間も体力もかかるんで、なんかとりあえずなんか形にしようって思った時にこれが出てきた。なるほど。それは結構いいコツかもしれない。これから、はい、私もあと3人くらい外国人が日本で漫画を売れるのかっていうシリーズを作っているんだけど、なかなか最初の一歩はできない問題で、こういうスピンオフかけ書いた方がいいかな。なんか何でも形にすることが大事ってとにかく思って教えてください。でどういう風にこういう絵を描いてるんですか。普段私は、こちらの持ってきたの。あ、はい、持ってきました。iPad。 iPad ではないですけど。あ、偽物 iPad。 偽物タブレットを、一応これ中華製のタブレットなんですけど、これ使って通学の時間に書いてますね。これ、はい、ペンはないんですね。ペンないですね。でどうやって書くんですか。指で。指。指で書いてます。指で、これが指で書いてるんですか。これ書いてます、全部指です。嘘本当ですよ。これ絶対タブレットで書いてるでしょ。タブレットだけで。あ、もうペンじゃない。そうですね、デジタルペンとかそういうのじゃなくても全部指で。少し見せてもらえますか。あ、いいんですか。アイビスペイントですか。アイビスペイントです。これ無料アプリですか。そうですね。すごいね、これ。無料アプリで、はい、ペンなしでもう商品作ってるんだ。そう、感動、感動ですね。本当ですか。ペンとかいっぱいコピックとか買ったりしてるんだけど、全く何も書かないから。恥ずかしい。書くの大事ですよ。なるほど、メモしとく。一応これがあるんですけど。あ、すごいですね。ちょうどいい角度になっていないですね。これをスタンドにしましょう。という不動用なカメラのフラッシュの正しい使い方です。で、これはもういらないから。正しい使い方、投げます。電車の中で全部一からタブレットで書いちゃったりするんで。そうなんですよ。アイビスペイントってすごい便利な機能結構いっぱいあるんですよ。あ、ミラーリング、ミラー。そうですそうです、最近これすごいもうお世話になってて、まあ、キャラクターデザインならなんか役に立ちそうですね。定規とかいっぱい使って丸とか、あ、いい形にできてるんだ。そうなんですよ、結構もういろんな機能。アイビスペイント無料なの、本当にこれいいのってぐらいあるんで。いろんな機能いっぱい見せてもらってます。取り消し指2本。そうです、2本指でタップすると取り消しで、下書きなしで書けてるのはすごい。本当ですか。これ一応下書きなんです。あ、これが下書きなんだ。そうなんですよ、下書き由来ならこういう定規とか使ってちょっと時短っていうんですか。この指が痛くないんですか。
あ、電車の中でずっとやりすぎると痛いんで、あ、なるほど、休憩たまに挟んでやってます。本当、私初代の iPad、はい、その時、はい、あの Apple Pencil っていうのスタイラスはなかった。あ、なかったんですか。のその時も私も指で書いてたんだけど、うん、やっぱり書けなかった。なるほど。なんかやっぱ難しいですよね。これ痛い。あ、もう痛いです。抑える手が。ところで、これは 誰キャラクターですか。アバさんですか。じゃないです。あの、どっちかといえばこっちの、このチラッと可愛いですね。映ってる。何の擬人化ですか。あ、これはあの、ジャガイモなんですよ。ジャガイモ、はい。そうなんです。この人が大好きで。じゃあ、カンバスの動かし方も、はい、指2本とか。全部指2本でやってますね。何この眉毛のおしゃれ。本当ですか。原宿、原宿じゃないですか。学校ではダメですよね、これ、はい、あ、そうですね。変に目立っちゃいましたけど。やってたでしょ。やってないですよ。シェオさん、眉毛どうした。髪が緑。ジャガイモが好きです。ジャガイモが秋は美味しい。やっぱり作っているキャラクターは全部なんか大好物ってところですか。あ、一応カレーに入ってる具材とかお肉の元になったや、なんか動物とかそういうのを擬人化したりしてます。この人は、はい、これからお肉になるんだ。大事な仲間なんで。誰がお肉になるのか気になりますね。一応みんな素材探すための大切な仲間。実は一人、はい、このグループの一人がお肉になる。怖いな。それはちょっと。かわいいね。ありがとうございます。ぷよぷよとかファンですか。実はそうなんですよ。大好きで。あ、何かデフォルメ系が好きですか。そうなんです。あの、あ、結構小さく、おーっと時計なっちゃった。あ、それカレーを作る時間ですか。お昼になるとなっちゃうんですよ。人差し指だけでかけてるのが感動しました。ありがとうございます。本当いつもやってることなんですけど。スタイラス持ったらどういう映画描けるのか気になりますね。いや、確かにもう欲しいですけど、お金がなくなる。これぜひ何かカレー屋さんのコラボ、ぜひこれを売ってください。あ、お願いします。で、ぷよぷよは、はい、うまいですか。あ、連鎖全然もうできなくて7とか8ぐらいが限界ですもんね。私もう 4は限界。左から右まで行ったらもう、 もうその階段は終わった。なるほど。階段ぷよぷよなんだ。結構影響を受けましたね。やっぱりあの、日本でよく見るなんかそういう漫画のキャラクター的な、うん、そういう描き方も頑張ってやってみようって思ったんですけど、うんうん、あの、ずっと描けなくてうーんって苦しんでた時期が。デルフォメになってるんだけど、すごい、はい、なんか自分のスタイルができましたね。本当ですか、よかった、うん、なんか、うん、あの、私も結構影響は受けたんですけど、なるべく自分の絵柄で描きたいなみたいな、ちょっとなんかあの、カクカクにすると描きやすいみたいな、そういうところだけ参考にさせてもらってって感じ。かわいい。あ、これが参考として色。あ、そうです、色の参考です。ポイントでここから取って塗っていきます。いいね。ジャガイモの緑？あ、そうですそうです。ジャガイモの緑？なんかあの、ジャガイモの、よくあの、初めて見た人にこのキャラブロッコリーとか言われたりするんですけど。そう、私も言おうとしたけど、やっぱり言っちゃダメだと思った。いやいやいや、一応ジャガイモの目のピュって生えてる、放置したジャガイモに。そんな細かいところが、この人の目に色はそこから来てるんですか。そうですね、緑色はそこから実は来てたり。みんな お名前は何でしたっけ、はい、あ、じゃあ当てた方がいいかな。お、じゃあ、じゃがいも。はい、そうです。人参。正解です。カレールー。あ、そうです、カレールー。あれ、素材じゃない。一応あの、いろんな種族がいて、野菜とか、うん、あと動物とか、あとなんか特殊な種族なんですけど、特殊な種族なんですけど、急になんかいきなり話しちゃった。これ、風船。はい、風船。あ、これ、あ、ビーチボール。あ、違いますよ。観覧車。動物。豚。あ、豚。正解です。この3人は全員お肉なんだ。あ、そうですそうです。豚、牛、鳥。
その通りです。たまたまこういうデジタル絵描き始めたいなって思った時にお金もないし手元にあるのはスマホだけだしみたいな感じで、最初はあの紙に下書きを書いてからそれを取り込んで指でなぞってスマホの画面で描くっていうのをやってたんですけど、うん、なんかめんどくさい。そうですね、このでかい電車の中で鉛筆使うのが難しい。そうですよね、あの紙とか電車の揺れでブレちゃったりとかしてそれも嫌なんですけど、デジタルならあの手ブレ補正とかもついてるんですんごい便利ですし、ね、うんうんうん、イラストレーターっぽい、うん、なんか結構自分の描き方が線パキッてしたのが落ち着くっていうか、うーんポップそうですね。でなんかバケツで中をベシャベシャ塗ってくみたいな使いやすい。そうですね、使いやすいです服のスタイルもこういうワイシャツとか、はい、カフェとか、そういう場面ですか。普段着っていうか清掃みたいな、なんかあのマフィアってどんな感じなの。マフィアだよね。そうそうそう、忘れた忘れた、完全にカレーと聞いたらもうレストランにいるもう完全にカレー引っ張られてます、ね、マフィアと思ったら必ずあの武器とか銃とか、あでもいやそう持ってます持ってますありましたキャラクターの本と絵本とこれも絵本、これも絵本第2弾って感じです。漫画も描いてますか。あ、漫画も最近実は描いてみようと思って、慣れないながらにちょっと小回りしたりしてみたんですけど、まあ、今あのキャラクター、はい、色イラスト、はい、アイベスペイントはすごいうまく描けてるんだけど、はい、やっぱり漫画はいろんなめんどくさいなんかトーンとか小回りとかいろいろやらなきゃいけないから、アイベスペイントはできるのかな。アイベスペイントで私描いちゃいましたよ漫画も。おお、さすが何でもアイビスできるんで本当優秀、すごいなって思ってます。本当アイビス様様ですね考え方はいいですね。本当ですか。ソフトが持ってないから書けないとか、もうあるものを使えばどこでもいけるっていうかやっぱりちょっと制約とかも書けるそのキャンバスサイズとかも限りがあったりとかはしますけど、でもやっぱり絵描いて上手くなるとかそういうのとかは全然もう何使っても変わらないと思うんですけど、私もまだまだ全然ペーペーですし本当に。っていうか、はい、今指で全部描いてるからもう鉛筆で描こうとしたらもうできなくなったりしますか。あでもなんか久しぶりなんかそうですね、時間かけるとあーなんでこのあ戻るボタンないのみたいな普通の鉛筆振り寄ってあーもう描けない電車に戻りたい電車に戻りいやもうどこでも書いちゃいますよ。もう電車の中って言ってます。立ちながらいつも書いてます。本当座ってると楽です。感動感動あ一応線画ができました。すごい、はい、完成です。ありがとうございます。色もつけますか。色も塗っちゃっていいですか。バケツでどうぞ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 。バケツでバーッやるだけなんで本当コースポイントで撮って塗るだけなんですけどね。で肌色バシャッと早、本当に数秒でやってる。私の描き方的にもなんかこんな感じなので本当線の中に塗っちゃえば終わりみたいなあやっぱり白も塗らなきゃいけないんだ。そうですね、なんか背景とかつけた時にバッ、うん、そうねあってなっちゃうんで。この人のお名前は何でしたっけ。ソレーナムって言います。なんか20人くらいいるんですよね。あ結構いますね。もっといる。あこの本に載せきれなかったキャラクターもいっぱいあれくらい80人近くいますね多分キャラクターが。 80?80 いますね。もう漫画作ってください一応こんな感じに完成しました。すごいこれゼロから描いたはい、ありがとうございます。ありがとうございます。数十分で描けてそれにちゃんとなんかシールっぽくなってますね。あしました。ちょっとなんか何もないのもどうやってやったんですか。その外の白い線機能でここに縁取りってのがあるんですけど、おこれを使うとあなるほどバッて出してくれる、境界線をつけてくれて、でこっちのここにある影もこのフィルターのドロップシャドウっていう機能でつけました。かわいい、本当便利です。こういうちゃんとしたキャラクターデザイン指で描いておく
ことは 見たことない。本当ですか？うん、普通は指で描いてると、はい、こういう油絵みたいな、うん、ああ重ね厚めっていうんですか。そんな私逆にあれが苦手っていう か, あなんかやったことがないんで分かんないし、うん、本当手ブレ補正とかにすごい助けてもらってます。なかったらもうビビビビって感じ。かっこいい。ありがとうございます。っていうシオンさんがいつも描いているシェルナムさん、ソレイナムです。ソレイナムキャベツじゃなくて、はい、ブロッコリーじゃがいも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 キャラクター、はい、他にも80人がいるらしい、はい、でこういう本はどこで買えますか？あ、一応通販もやってたりするので、あの私のツイッターにあの通販の URL 載っけてあるので、もしよければご覧ください。絵本も販売してます、はい、ツイッターのハンドルネームは何でしたっけ？はい、ツイッターのハンドルネームは田中メガネって名前でやってます。じゃあぜひみんな検索してください。カレー食べながら、はい、いろんなキャラクターを好きなキャラクターを見つけてください。はい、あとはこのチャンネル登録お願いします。あ、お願いします。他にもいろいろシオンさんと一緒に動画作る予定なので、うん、ぜひそれも見てください。ご覧ください。バイバイ。バイバイ。すごいね。